皆さんこんにちは、棋士の戸辺誠です。今回の将棋ウォーズ対局は、私の石田流にですね、袖飛車プラス9三桂型というね、知らないとちょっとドキッとするね戦型になりました。それでは今日も攻める一手、お前が先手だ。対局開始。はい、よろしくお願いします。はい、今日は先手ですね。はい、ではまず角道を開けていきたいと思います。先手なので3手目に戦型を選べるような感じですね。はい、まあ角道を止めて穏やかな振り飛車を目指すか、積極的に行くなら、7五歩とか6八飛車とかありますね。どうしようかな、ちょっと様子を見てですね、まあどこでも振れるように、ここに飛車振っておきましょうか。はい、まあどこでも振れるようにというか、一回ここに振っておいてどの戦型でも行けるようにということですね。はい、ここに振って、まあ王様囲ってから突いて飛車寄れば、先手番で4三戦法ですね。まああとこう止めればね、いつでも普通の四間飛車に戻せますし、まあここから中飛車を目指したことは、まあ過去にはあったんですけど、はい、あったんかいっていうね。はい。で、王様をね、とりあえず、囲っておきます。で、これのいいところは、ここを飛車で守っているので、角交換に強いってことですね。角交換してこう、角を打たれるっていうのは、ちょっとここ、両取りが狙われて怖いんですけれども、これを飛車を寄ってここまで持ってくればですね、非常にこう、安定感があってですね、はい。振り飛車、特にこの角交換型を指し始めた、ばかりの方にもね、安心してさせるっていうのがね、魅力ですね。で、まず王様ここに持ってくれば、ここの角打ち、ここの角打ちが、ここをね、守ってますんで、ここも守ってますよね。だから安全なので。で、それから、どうしましょうね。まあ、こう止めると普通の四間飛車にいつでも戻せるんですけど、あとまあ、角交換してしまって、飛車振り直すとかすれば、角交換、まあ、向かい飛車みたいな感じですね。まあ、せっかくなんで、先手番で、4、3戦法行ってみましょうか。出るのかな、先手番って。後手番だとね、4、3戦法つって、私が出るんですけど、これ先番なんですが、確か出たような、しましょう。あ、出ましたね。はい。今のは多分、まあ私ですね。はい。で、相手は、飛車寄りに対して、形を、真似てですね、こう、ここの歩をね、交換、できないようにしてきましたね。まあ、時折見る作戦ですね。で、これに対しては、王様をどんどん囲っていくのがいいですね。まだちょっと相手がこの先どうやってくるかわからないので、まず損のない手をやっておきます。で、これね、角をここに打つ手はちょっと一瞬生じるように見えるんですけど、角をこう交換してきた時に同銀と取るんで、銀が上がりますよね。なんでここ守れてますから、両取りにはならないと。角道止めてきましたね。まあ、持久戦志向ということですね。はい。で、これに対しては、私はよく公式戦だとね、持久戦には固めていこうということで、穴熊とかも目指したりするんで、得意な方はね、こういう穴熊するチャンスではありますね。で、まあ、まずは、美濃囲いでいってみましょうね、今日はね。基本に忠実にで、金を割っておくと。美濃囲い。そうですね、これで美濃囲いが完成しました。で、相手がちょこちょこと駒をこう進めてくるんで、あ、これはね、金上がってこの辺ついてくる、狙ってますね。はい、端歩をついていつでも角をこうひょいっと上がれるようにしておく、これも一つポイントですね。で、受けていきましたね。で、飛車を一旦浮いてあげましょう。これで、石田流の本組になりそうですね。はい。で、7六飛車型、9七角、7七桂という形が作れれば石田流本組ですね。はい。で、あとはですね、まあ、普通は、これ9七角と上がって、7四歩同歩同銀、ここの攻めに対して備えるのがいいですね。あとは、ちょっと軽く行くなら、ここの歩をついておく。位を取られないっていうメリットと、あとはいつでもこう4五歩ってついていけるっていうのがね、ありますね。はい。まあ、じゃあ、基本に忠実に7七角と上がっておきましょう。これで、7四歩同歩同銀と来れば、この角でですね、6四角と出ることができます。なので、相手も5三金と上がって、ここの地点を守ってきました。で、次は7四歩同歩同銀やっぱ来ますね。で、7五歩って押さえると銀を6五とか8五とかにかわしてくるので、これは7七桂と跳ねるのが形になりますね。これによって、銀が6五とか8五に出れなくなると。はい。まあ、ちょっとこう、この形ができると一安心ってとこでしょうかね。
で、まあ、美濃囲いができて、こちら側が、この飛車角桂が安定すると、まあ、安心感がありますかね。で、左銀はね、これね、結構早く出てっちゃう人いるんですけど、これ後でいいんです。一番最後でいいんですね。左銀は後回しでいいので、早くこの飛車角桂の形を作ってしまうのがいいですね。で、後回しにすることで、銀を、6六歩から6七銀って上がるとか、5六歩から5七銀って上がるとか、こう選べる。で、まあ、この場合は6六歩から行きましょう。これ、位取られるのがちょっと気になる人は、4六歩とかついておいてもいい。うおー、角引いてきた。なんか、非常にこう、なんていうかな、手堅いっていうか、これあれですね、このラインやっぱ攻めてこられると見て、固めてきてますよね。はい。ちょっと形歪なんですけど、まあ、ここ強化してるっていうことで、非常にこれは評価ができますね。おー、9三桂ですか。これはね、結構出てくる形なので、9三桂対策、あ、これ結構でも、聞かれますね。9三桂やられると嫌なんですよ、とかね。はい。9三桂はね、もうこれ、なんていうかな、絶対、桂交換になるので、まあ、桂交換をした後にどうしていくかっていうことを考えながらやっていくのがいいですね。はい。で、まあ、これ、まあ、歩とか突くと、7四歩同歩同銀でこれが狭くなっちゃうので、まあ、桂交換した後に、動けるように銀を、まあ、6七にいれば5六銀と上がっておくのがいいですね。これによって6五歩って突く手が、可能になってくると。8五桂同桂同歩はなかなか防げないので、これ飛車とか寄っても飛車寄られてあんま変わらないんですよ。だから、桂馬をぶつけられて、同桂同歩と。ここまではまあ、ほぼ、なんていうかな。一本道というか。うん。居飛車もね、この8一の桂が使えないっていうのはすごくね、ネックになってるんですよね。この7、左打って7五歩こうつけてるじゃないですか。だから7三桂から使えないんで、9三から交換してこようと。で、まあ、ただ交換するっていうだけなので、そんなに慌てることないんですけど、これはでもね、跳ねてきてやってこないから、ちょっとチャンスかな。まあ、6五歩。これね、跳ねてきて動いてこなかったらですね、うん。まあ、桂交換しても6五歩行ってみようかなと。歩交換しに行こうかなと思ったんですけど、これは6五歩。とりあえずぶつけちゃうっていうね。1六歩、これついておいてもよかったかな。まあ、でも、これは、なんとも言えないとこですね。うん。あ、跳ねてきました。これはでももう、ちょっとね、相手、行って、タイミング的には遅いですね。もう一手早くぶつけてきた方が、良かったかもしれませんね。で、これは、タイミングとしては、桂交換してから6五歩行こうと思ってたんですけど、先に6五歩出せてますから、この一手が大きくて、これ取り込めますからね。はい。これは、一手早いと一手早く攻めることができるので、これは石田流としては満足ですね。これ、飛車、角、銀。で、持ち駒の桂ですね。これらをうまく、使っていければいいと。で、これを、そうですね。やっぱ3手の読みを基本にしてどうさばいていくか。これね、7四歩突く手と6五歩打つ手がまず見えるんですけど、7四歩先ついちゃうと同歩でですね、この辺が強くなっちゃうので、この場合は7四歩同歩6五歩と6五歩打ってから7四歩突くの比較になってくるんですけど、比較して先6五歩打った方がいいということになりますね。はい。この辺はね、もう本当に3手の読みで細かく読んでいくのがいいと思います。まあこれは取ります。で、まあ、石田流本当7四歩をいつ突いていくかっていうのがポイントになってくるんですけれども、銀桂がさばけました。金桂と交換になりましたね。で、飛車と角。そろそろタイミングですね。はい。これをね、ビシッと突くと。この歩突くのがね、やっぱ石田流のね、やっぱり気分がいいところですよね。この飛車と角が一気にね、通ってきますんで、この7四歩突くタイミングっていうのがね、うまくなると、勝率もね、アップするんじゃないでしょうか。お、これはスーパーチャンス来たか？これは、角を交換できますもんね。はい。金で取ってきたら大変なことになりますね。金で取ってきたら今、王手飛車がありました。なので、玉で取ってきましたね。で、ここはですね、角打って飛車ぶった切ってとか角打ってとかいろいろ見えるところなんですけども、ちょっと地味に、大技の前の小技、一歩前進させておくと。これですね、歩を攻めに、使えるっていうことですね。でもしこれ受けてくれば、飛車の横撃が止まりますんで、それだけで、すごい得になります。攻め駒がね、いっぱいいってる時は、まあ、そうですね、どんどん打っていってしまいがちなんですけど、まあ、その前に、こうやって、まあ、地味にね、効かしておくと。で、今、飛車取りになってきたんですけど、これが切る。
タイミングですね。ビシッと。で、だからね、私もこう、大駒をどんどん切っていくイメージあると思うんですけど、切る前にこういうちょっと下準備がありますね。はい。いつでも切れるときは、切る前に条件を良くしておくと。そして、これ、飛車が結構急所ですね。横にこう効いてきて、飛車を攻めるのがこの場合は一番早いので、飛車を狙っていってあげると。角ですね。これちょっと遠巻きに見えますけれども、やや遠く見えるんですけど、これ飛車を、あ、これね、ライン狙ってますね。これね、この斜めのラインだけは食わないように気をつけましょう。飛車取って。うん。だからこれ飛車とか打つと大変なんですよね。これ桂馬打たれちゃいますからね。さあ、いよいよ、敵陣のね、なんだろう。直接ね、攻めていく時間ですね。これは2段目に打っておくのがいいのかな。1段目もありましたけど、2段目に打つことによって、これ次に桂打ちの詰めろと、あとまあ香車取って補充もできますね。で、これ詰めろなんで、なんか受けるじゃないですか。で、受けると駒を盤上に打つことができるんで、打ってくるんで、その盤上に打った駒を攻めることができるということですね。例えばこう銀とか打ってきたら、この金銀を攻めてあげればいいですね。非常にわかりやすい。まあ、金とかもし上がってきたら、この金を狙ってあげると。これは手筋なんですけど、まあ、同飛車成と近づきますね。大駒は近づけて受けようなんですけれども、でも、それは結構ビシッと受けれればいいんですけど、ぴったりの受けがない場合は、大駒はむしろ攻める子は近づいた方がいいですからね。じわりじわりときましたね。これ理想的ですね。角は、取られましたけれどもね、こう攻め駒が金銀桂と。さあ、どう攻めていくか。この、囲い崩しっていうのはね、私は多分、一番自信を持っているところです。まあ、誰でも得意かな。まあ、これ、と金をやっぱりこう寄せていきます。で、これが、ですね、角取りなんですけど、さりげなく詰めろでもありますね。ここに銀を打って、同銀と。銀をこっちに、引っ張っといて、ここに金を打てば、詰みますね。さっさどうしてくるかな。なんかちょっとそうですね、角は取られていましたけれども、あ、はい、これ今もう喋っちゃいましたけど、これ詰みがありますね。はい、これまあこう取ってもいいんですけど、まあ竜取られてしまって、で決めるところではやっぱ決めないとですね、例えばこう竜とか来ると、まあこの角のラインとかでね粘ってくる可能性がありますんで、詰みがあるときは詰みを狙っていくと。だから、第一目標は角を取るなんですけれども、それ以外にもう一つぐらいね、相手がその妨害してきた時とかに何をするかっていうのも決めておくといいですね。これで次です。銀を A4 で、で逃げ道がこうね、ここが壁になって塞がりましたので、そして金を打っていけば詰みと。はい、攻めが、決まりましたね。はい。ありがとうございました。腕を上げたんじゃないか。はい、それでは感想戦をやっていきたいと思います。ですね、石田流本組に、組みました。で、出だしはですね、先手番なんですけれども、4-3 戦法でしたね。一回四間飛車に、振って、それから王様を3-8まで持ってってから、三間飛車に振って、浮き飛車に構えてと。で、相手がね、角道を止めてきたので、まあ、本組になったということですね。ただ、進んでみると、よくある、袖飛車の形になってますね。はい。形は若干、違ってもですね、結構この、7-2飛車、6-3銀、この形って結構出てくると思いますね。で、この、まあ、歩がですね、保留してるかどうかっていうのも大きな違いなんですけれども、実戦はこの、8-4歩型を活かしてですね、桂馬をね、飛んでくる筋をやっていきました。で、まあ、すぐ飛んできた方がひょっとしたら良かったかもしれませんね。実戦は一手角を引きまして、まあこれ気持ちはわかりますね。この壁角を引いて、まあこの斜めのラインを強化してということだったんですけど、まあちょっと守りすぎな感じもありましたんでね、左跳ねてくるっていう手もあったかなと。ちょっと後で解説していきたいと思います。実戦は角を引いてきて、銀を上がってと。で、まあそうですね、対局中もちょっと話しましたけど、こう7-4歩、同歩、同銀とやってくるのは、まあこの桂馬と角の、形がしっかりできていれば、常に、7-5歩と打って大丈夫ですね。これ数が足りてますからね。で、追い返すことができると。あと、まあ、そうだな、7-4歩、同歩、同銀。
まあ、チャンスになる場合もあるんですね。なんか6五桂とか跳ねていくチャンスになる場合もあるんですけど、まあ、この場合はちょっと、無理かな。なんか7三歩一発叩いてね、同飛車で飛車読んでから6五桂とかも、まあ、狙い筋にはなるんですけれども。まあ、7筋の歩をね、切ってくるっていうのは、相手もね、傷になることがありますんでね。こうやって引いて。で、後にね、なんかこう、6五歩ついてから、いいタイミングで7四歩ってつくと、相手のね、こう、歩がいないので、かえって攻めやすいっていうね、こともありますから、あんまりね、この辺7筋にね、切られてどうこうっていうのは、あんまり気にしなくてもいいのかなと思います。で、実戦は、9三桂、来たなって感じですよね。これね、結構ね、石田流やる人はね、一回はね、見たことあるかなと思います。で、ちょっとね、裏技的な手でもあるんですね。本にあんまり載ってないんですよね。はい。私も石田流の本相当書いてますけど、この9三桂の筋ってね、実はあんまり書いてないかもしれないですよね。はい。で、居飛車よくね、勉強されてる方がこうね、見たことあったら、あ、やってみようってね、なりやすいんですよね。で、この9三桂っていうのは、次に、8五桂と跳ねてくるのが狙いなんですけど、これね、あんまりね、もうすでにね、8五桂は防げないんですよ。例えばこう、8六歩ってつくと、桂は防げるんですけど、7四歩同歩同銀の筋がね、こっちが気になりますね。これで飛車が狭くなってしまうんで、8六歩は絶対使わない方がいいと思います。で、まあ、桂馬跳ねてきた時の理想としては、ここで、ま、ちょっと局面を見極めてもらって、ま、こちらの形とかにもよるんですけども、まあ、この場合は、こう、銀が上に上がってきてますんで、銀を、上がってですね、まあ、攻めの準備ですね。で、実戦は一手貯めてきたんですけれども、8五桂と跳ねてくれば、同桂同歩で、6五歩と。こうついていく予定でしたね。銀が上がったことによって6五歩と突くことができると。で、もし同歩と取ってくれば、同銀、6四歩ですね。で、まあ、ゆっくり指すなら5六銀と下がっといてもいいですね。で、まあ、この歩交換何がいいかっていうと、相手はですね、この8四桂狙ってんですよ。細かく言うと、9五歩、同歩、同香。9六歩、8四桂みたいなね。まあ、筋としてはこれを狙ってるんですね。で、この時に、飛車が、まあ、横に寄ってかわすことができるっていうのは、一つね、メリットですね。はい。で、あとは、まあ、この一歩交換して、そうですね、横に寄れるってゆったり指すのもあるんですけど、あとはですね、まあ、この銀が、進出したのを活かして、どうなんだろうな。ちょっとやりすぎかな。難しいところなんですよね、これね。まあ、その、レベルにもよるんですけど、まあ、こういう手もあります。8四桂打っちゃうと。ちょっと若干重いかなっていう気がするんですけど、7一飛車と引かせて、飛車がね、7筋から逸れてくれれば7四歩つけるよっていう狙いなんですけどね。で、7四歩とついて、同歩と取って、で、7二歩と。これで、飛車取りなので、飛車が横に行くしかないんですけれども、7四銀と出ていけば、まあ、同銀は同飛車で7筋が破れますし、8四飛車と取ってくれば、6三銀なり、同金。で、7五銀、8一飛車、6四銀みたいな感じでね。こうやって、まあ、飛車角と、捌けていくと。まあ、ちょっと桂損なんでね、これをどう見るかなんですよね。相手のでも陣形によっては、十分成立するかなというところです。まあ、これも一つパターンなので覚えておくといいと思います。でですね、実戦は一手貯めてきたんですけど、これ角引きね、ごめんなさい。貯めてきたのはこの先の話ですね。銀出て、これ貯めてきたんですよね。でも跳ねてこなかったんで、一手ね、ひるんできたというか、やってこなかった場合は、もうすぐね、先行しちゃうのがいいですね。6五歩と。で、まあ、歩がぶつかった状態で、桂馬が跳ねてきたので、実戦は攻めがうまくいきましたね。より厳しくなりましたね。で、同歩と取ってきたらどういう風になったかということなんですけど、これもやっぱり、どうなんでしょうね。桂馬でビュンビュン行っちゃうのが良さそうな気がしますね。同桂と取っていってしまって、金が、4三金とか形よく逃げてくれば7四歩と突く感じですね。これで、やっぱりね、飛車角がピッと通りましたよね。で、桂馬がここにいるのが大きいですね。同歩と取ってくれば、
角を交換して、同金。で、そうですね。手筋がいろいろあるところですね。6四歩、同銀、6三角というような感じでしょうかね。はい。もうこれは、石田流で、これ以上ないっていうぐらいの捌け形になると思います。ね。銀も支えで、全然フルに使わなくてもね、飛車角系の攻めになってますからね。これ十分ですね。はい。まあ、なので、6五歩ぶつかった状態で桂馬飛んできたのは、ね、実際ちょっと危険でしたね。はい。で、ちょっと戻りまして、相手の方はちょっと警戒しすぎて逆に攻められてしまった感じはあるので、これね、角を引かずに、このぐらいの時に桂馬跳ねてくるっていうのは結構あるんじゃないかなと思うんですよね。うん。ここか。ここでも9三桂と跳ねてくる。これ結構ね、まあ、厄介かもしれませんね。はい。で、銀がね、何が違うかっていうと、銀がまだ全然出てってない下なんですよ。ね。だから、6七銀って上がっても、8五桂って跳ねてきて、同桂、同歩ですよね。で、5六銀って上がった時に、先ほど言った9五歩、同歩、同香。うん。で、9六歩に8四桂。これなんか知らないとね、すごいやられた感がね、あるんですよね。はい。実際これやられても、まだ飛車とか引いて頑張れば、まあ、即負けではないんです。このぐらいまでこう、ちゃんと分かっていれば、ただまあ、香車取られちゃうっていうだけなので、これでまあ、中央で戦っていけば即負けではないんですけど、なんかすごい技食った感があって、こんな感じになっていくとね。技食った感があって、なんかもう、なんかやられちゃったな。相手の方が強いな、みたいな謎のね、そういう精神的になんか参っちゃうことがあるので、はい。なので、ここはね、もし、桂馬を跳ねてきたらですね、まあ、一つは、銀を上がっておいて、8五桂、同桂、同歩ですよね。で、まあ、ここでね、8八角とか引いておいてですね、まあ、この8四桂の時に飛車引いて、9筋攻められないようにしておくっていうことですね。で、まあ、7四歩、同歩、同銀とこうやってくるんですけど、まあこれに対して飛車をまあ7八か7九に引いておいて、まあ落ち着いて刺すっていうことですね。どっちがいいかな ?7 九ぐらいかな。はい。でまあ相手7五歩とか打ってくるんで、まあこれで5六銀とこう上がったりしてですね。まあ4六歩の方がいいかな。まあちょっとこっちの形にもよるんですけども、桂馬がさばけてるので、まあ慌てずにやっていくというところは、まあ私なんかよくやりますね。はい。あとまあ、こういう穏やかなね、刺し方もあるんですけど、ただちょっとこれ、なんか石田流っぽくないじゃないですか。なんで最後にちょっと裏技を一つ紹介したいと思います。これね、9三桂垂れてきましたよね。多分ね、石田流を好む人はね、こっからの刺し方の方がね、多分ね、向いてるんじゃないかなと思うんですよね。桂馬跳ねてきたじゃないですか。でちょっと狭いんですけど、8六角って上がるんですよ。あえて。あえてここに上がります。ね。で、なんか、飛車角が密集していて怖いんですけど、ですね。これ、8五歩とついてきたら、また下がっておくと。そうすると、この桂跳ねが、なくなりますから、これはそんなに心配ないと思います。7四歩来てもね、取って押さえれば大丈夫ですからね。桂馬使えないので、なので、なのでですね。8六角に対しては、8五桂と跳ねてくると思うんですね。これ、まあ100%跳ねてくると思うんですよ。んで、これに対してですね、同桂、同歩、7七角とやってしまうと8四桂とあります。これ一番やってはいけない。はい。これもう投了です。即投了になりますから。これ絶対やらないでください。でですね、この8五桂に対してですね、ちょっとこの形よーく見ててくださいね。跳ねましたよね。で、取らない。取ったら損しちゃいます。取らない。この瞬間に9五歩と行くと。これがね、裏技です。多分ね、知らないかったら、これ1回目は勝てると思います。同歩と取ってくると思うんですけれども、同香と、香車をね、裁くっていうね。まあ、この銀じゃなくて、この桂香をね、なんかさっき狙われてしまいそうだった桂香を、逆に裁いていくっていうのがね、一つパターンになってきます。で、もしこれ同香と取ってくれば、8五桂、同歩、9五角と。今ちょっとパパッと進めちゃったんで、まあ、ちょっと難しかったらゆっくり何回でも見てください、ここね。で、こう9五角と出れば、見てください。この飛車角がもう実に伸び伸びしていて、桂香が裁けると。はい。これ理想的ですよね。うん。
まあ、これはもうなんとかなりますね。大丈夫です。で、ちょっともう一回行きましょう。9三桂に、8六角と上がります。で、8五桂跳ねていきますね。で、9五歩と行くわけですね。で、同歩、同香。まあ、多分9四歩が最強かなと思うんですけど、一回ね、これで香車を取ろうという手なんですけど、まあ、同香に、9五歩ですね。ごめんなさい。9五歩と打っておきます。これで香車をね、取れる形にしていきます。でね、7七桂成となってきますけど、7七桂成はもう常に同角です。角で取ります。はい。で、飛車がちょっと狭いんですけど、まあ、ギリギリ大丈夫なんですね。で、もし8五歩と突いてきたら、これ8四桂ができるんですけど、8五歩って突かれた形はもう大体6五歩って突けば大丈夫です。これ突けば飛車が横利きがピッと通りますんで、はい。桂馬とか打たれても飛車をこの辺にね、回っておけば、むしろここ狙えますからね。最高です。で、今ね、相手、たまたま角道止まってますけど、もし角道が下でも、これ角、むしろ角交換になるから最高です。石田流にとって角交換になるっていうのはもう、攻めがね、広がることになりますから。はい。だからこれ6五歩ってつけばね、大丈夫ですので、まあ、問題ないですね。で、あとは7四歩ってついてくる手もあるんですけど、まあこれ同歩ってギリギリ取っちゃう手もありますが、だいたい9筋を取り込んで、7筋が来ても、飛車を9筋に回っておけば。まあ、8筋もあるかな。でもまあ9筋がいいでしょう。回っておけば、これね、桂香がさばけて9筋から攻め込めるので、これも問題ありません。まあ、7六歩と突かれても、まあ、9五角、8六角、8八角、逃げ場所いっぱいありますから、都度局面をね、見てもらって、一番、その自分にとって都合のいいところに角逃げてもらえれば、はい、問題ないですね。ということで、このね、9三桂対策なんですけど、はい、これ、本当よく出てくるんですが、これに対しては、まあ、銀が、この6八の銀が5六ぐらいまで出ていれば、6五歩を狙っていくと。で、もし銀がちょっと立ち遅れてしまっていたり、まだ出てないよと、下にいるよっていう時は、5六銀のポジションが間に合わない時は、8六角と上がると。これがね、裏技ですね。最後まで見てくださった方、ラッキーですよ。8六角と上がって、8五桂に対して9五歩と。これはまあなんかギリギリのところをね、攻めていくので、ちょっと飛べ印なんじゃないかなと。飛べ調の攻めなんじゃないかなと思います。こういう細かいところでね、少しね、差がつくので、まあ、ちょっとね、9三桂型っていうのがね、出てきた場合には、試してみてください。はい。ということで、対戦してくださった方、ありがとうございました。9三桂跳ねられると、もう、なんかそれだけで、ちょっと形でね、図でね、うわ、やだやだと思ってしまう方もね、いらっしゃるかなと思うんですけれども、怖がること全くありませんので、ぜひね、今日やったパターンを、試してみてもらえたらなと思います。ということで、今回も、ありがとうございました。